前科 3, 89 3番893番ちょい木太郎です本日のお話はカンタが謝罪したという話ですね、えー、この話を順を追って説明しますもう1ヶ月ぐらいになるのかな TikTok とかにですねあの名古屋の路上生活者をいじめるというね そういうい動画が出回ったわけですコンビニでね買い物をさせると言って買わなかったそこでトラブルみたいなことになってまあね話しするのもちょっと辛いような内容ででまあここから火を吹いてどうなってんだまあいろいろ調べていくとそれだけじゃない女性にいたずらだったり他の男性の路上生活者にもそうね本人は本人なりの言い分があるんだとはもう流れがあってこうっていうのは分かるでも結果としてこういうことになったのはよくはないなぜかって言ったら弱者をいじめる その当該のホームレスの方たちはどう見ても知的障害があったりそして対抗手段が持ちえないという立場であるということです、ね、同列に扱うという建前において食べ物や飲食をさせるからあれしろこれしろっていうのはおかしいということを私が思って、えー、皆様に問うたところ、まあ、指示をいただき、えー、本人を謝罪という形まで追い込んだと言ってもいいとは思いますまあ途中本当はこんなことまでしたくなかったんだけど最初のうちで気がついてよ気がついてよやめなさい やめなさいよと優しく言ってるんだけど気が付かないのでまあ随分ねあの私もきつい論調で言っていくっていう形にしましたでまあこの謝罪動画ね私のサブチャンネルで出ておりますので見ていただければわかると思いますけど多分皆さん納得いかないこれは謝罪になってないとこれなのおかしいとただ私はこれは一歩前進で彼がもう謝んなきゃ本心はどうかわからないんですよ謝らなきゃいけない状況に追い詰められた。 っていうことは、二度ともうしないと。皆様の留院が下がる。皆様の,なあの気持ちが納得することが趣旨じゃないんです。もう二度とそういう嫌がらせをしない。ただ、私は世間に謝れと言ってるわけです。私じゃないですよ。ホームレスの方たちにも今更言って謝るっていうことはまた違う二次被害が出るんで、接触を持たしたくないので。皆様に謝れと言ってるけど、この内容が気に入る気に入らないという問題じゃない。謝ったことが一歩前進。彼みたいなやりっぱなしの人間にしみたさぞかしっ 普通だっただろうし、大変だったと思います。だから、これに関しては、原稿も用意してないし、これをやれって言ったわけでもないという証明でもあるわけです。さあ、これからですよ。じゃあ次どうするかって言ったら、これで終わったわけではございません。彼の動画の中でもあるように、言い分があると。じゃあね、言い分言わしてやろう。じゃあどうするか。私ども、YouTuber の中には。うってつけの人材がある。私、これ話してない。大関慎吾、名古屋まで行ってきてください。はい。大関慎吾が。 名古屋まで行って彼の言い分を聞くっていうよりもこうなる前この1日前に大関の方から連絡あって「蝶キさん自分行ってきますよこのままじゃ気が済みません」と <laughs> まあ彼らしいね彼らしいいやちょっと待ってと動きがあるっぽいよと本人は何らかの形でまあ謝罪みたいな形を出すでもそうなってからだよあれなんでじゃあちょっとこの後あとせっかく行ってくれるんなら機会がね 出ると思うんでまあそれこれそこまでは喋ってくれ言ってないですよもうだから勘太にもこれを聞いて知ってほしい大関慎吾大関君にも分かってほしい名古屋まで行ってきちんと話をねしてみてくださいよ2人で大関のチャンネルでそれを語ってください存分にだからここのところはもう突とかじゃないですよ一応これはもう本人はもうしないと言ってるんだからしないと言ってる以上これをまたお前どうだこうだって糾弾するようでは大人げないので彼がどういう経緯でどうな it. ていうことを伝えたいと思うし、やっぱり事実を知りたいで、今後どうしていくかっていうことの。もう一つは、私は次小田切大作さん率いるね。ルシアーズの皆さんもまた支援をしてくれるということ。また見回りと支援を継続。その時に大関慎吾もやってくれるいや。自分行きますよって言ってくれるんで、彼が行ってくれればまたね。いろんな浸透してわかるね。私はできることなら大関慎吾とこの岡崎貫太君が話し合ってきちんと分かった上で。彼 これもその 支援に回ると。このカッチャンとかじゃないですよ。違うところのとこですよ。ルーシュワーズのメンバーと一緒に回ると。一回やってみると。それぐらいしないとダメなんじゃないで、結局、それをするが、することによって、あなたの身に降りかかってる今の問題点は解決するように私がしていきたいと思います。それは何かと言ったら、彼の親族、親御さんのところに、まあ、連絡が入ってるということなんです。これは、サブチャンネルでも言いましたけど、私も でも、私が止める理由もなかったんです。私がばらまいたわけじゃないです。私じゃないとこから出ているということですよ。これはどういうことかこれは、かんたくんだけに言ってるんじゃないですよ。こういうことをすると、こうなるよという理屈を説明しているんです、実は。こういうものが出るのは、うちはごく近いところしか出ないはずですよね。だけども、彼の前では言えない、いろんな先輩だったり、なんだかんだり、いろんな関係があって言えないけど、 よくないなと思っている正しい行いをしたい人たちが自分では勇気がない怖いからできないけどこういう形でして止めさせたいという気持ちがそうなってるわけですよだからこうなって関係ないお母さんのところに行ってお母さんは泣いて彼にもうどうにかして私ここで言います本来はお母さん関係ないよと言いたいけどもここに来たら 関係あります。そのように止めれなかったっていうことじゃないですか私どもが言う前に、こうなる前に謝罪のことが出せなかった。早く一日でも出せば私は動きますよ。もう彼の攻撃はやめてください。私がやらしてるわけじゃないけども。なぜやめてくださいって言ってるっていうことは、この私がやめてくださいって言っている以降まだやるようであれば、今度はやってる人がカンタ君の立場に変わりますよっていうことですよ。もうここまででいいでしょう。 もういいでしょうと、み、あの、ミドコーモンの印籠が、若い人たちわからないな。ミドコーモンがね、なんかあの、散々やられ、なんかや、やっつけて、やったとこでもういいでしょう。う最初から印籠出しとけばいいってゅう話ですわ。印籠を。で、だけど、ここで私が、まあ、偉そうなこと言うわけじゃないですけど、これを主導してこうなってきた立場といえば、い、い、言って、印籠じゃないですけど、もういいでしょう。うもうやめましょうと。一旦。まだ彼がやるようなら話は別ですよ。彼なりに謝ってるんです。謝り方が だからもうここで一旦はここは素直にもうやめましょうよ。でこれ以上やってくってことになると誰がやってんのかなっていう話になっていくので親の悪くしたことが子が子に報いることはないです。親の犯罪や親のやったことが子が、ね、子供がね責任取ることはないです。でも少なくても日本の文化慣習の中で子供がやったことは成人といえども親がある程度責任があるっていうのはもう仕方がない子です。 気の毒とは思いますよ。でも、こうなるよということです。こうなるから行き過ぎた行為。ね、今、まだね、食べ物屋さんでなんか醤油舐めたり何消したりどうのこうのってもういっぱい出てきてますね。でも、こういうことするとそうなりますよということです。いろんな情報が私どもに入って、これは限界的点を超えているなということであれば、私もこういったことを続けていくつもりでおります。はい。別に私がそれを正義ぶってどうこうしてるわけじゃないですけど、だから、実物ではないアニメーションのこの坊主頭の白黒が一体、 ってるからいいわけですよ、えー、顔を出してどこって枠に薄まっていいんじゃないですかはい。これが私がやれるところまでです 言論で YouTube 上で私が動いてどうこうと捕まえてすることじゃないんです。中にはしびれを切らしてる。ああ、まだやってますよ。どうにもなってないですよ。調子に乗ってますよ。っていうことはあるけども、まあ、それを空気を入れられても私は、ああ、そうですかって動けるわけでもなく、ただ、こういうふうに配信していくことで、皆さんの気持ちに何かね、触れる、揺り動かすことがあって、こうなったということでございます。ね、細かいことは言いませんが、結果、こうなったと。 いうことなんでこんないいこととなななんんんでで言っちゃなんなんですが新聞に出てもうこの取り上げられましたテレビでも出ていました行政もえ民間団体もいろんなようなことがあったと思いますけども最終的にこういった形で 不十分といえども謝罪をしてそういうことをしなく当該の本人がやらないということであるわけだから一旦ここは歩行を収めましょうよねここはねそれは私じゃないですよ私がどうこうじゃないですよ私が確かに笛吹いてピーヘラピーヘラ言ったかもしれませんが皆さんの熱い支持を得てここまで持ってこれたということです皆さんが私の言葉に反応していただいて温かいコメントそしたら協力するこの再生数直接動向じゃなくても見ていただく ことによって私も力になり間違いないんだという風にね勇気づけられてここまで来たということなんでまあこれがいいか悪いか何を偉そうにという風かもしれませんけどそれが間違ってる違う他の方法があるならどうぞ言ってきてください私はツイッター DM は開放しておりますのでご意見や要望やらねお前はおかしいんだというならそれなりに言っていただければ私は対応するつもりでおりますのでこういったことをまた今後とも続けていきますのでよろしくお願いいたします以上です